はい、皆さんこんにちは。陶磁器工房喜楽です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ソーサーとコーヒーカップを作ってみたいと思います。最近ですね、コーヒーカップとソーサーのこのセットの器ってなかなか見る機会なくなりましたよね。喫茶店とかカフェ行っても結構マグカップで終わりっていうことが多いですので、まあ、ちょっとせっかくなんで陶芸やってる方ですね、こうセットで作ってあげるととっても使いやすくなったりですね、ちょっとね上品になったりしますので、参考にしてもらったらいいかなと思います。それではご覧ください。はい、それでは今日はコーヒーカップ&ソーサーを作ってみたいと思います。使う道具ですね、桶に水張ってスポンジと糸と皮ですね。であとちょっとまあちょっと形整えのこのヘラを使います。でまずですね、ちょっとソーサーの方から作っていきたいと思います。でまずね、しっかり土殺しをします。で、ソーサーなので、まあ、お皿ですよね。なのでこの土殺しの太さがお皿の底の広さになるようにまずは土殺しをします。でこの時ですね、まあ、土殺しを細くしちゃうとですね、若干作りにくいので、まあ、ちゃんと底の広さを少しこの時点で太くしておいてあげると作りやすいと思います。そしたらまずね、真ん中に穴掘りますね。で浅めに掘ります。もうこんなもんでいいと思います。そしたら親指を外側に向かってスライドしていきます。この時ね、右手の親指で上を押さえてますね。じゃないと変な風に広がってきますんで、上を押さえながらそのまま今度上に伸ばしていきます。で下のくびれを作りますね。でソーサーの大きさなんですけど、まあ、いろいろこう、まあ、説はいろいろあるんですけど、まあ、基本的にはね、自分が作りたいサイズで作ってもらったらいいと思うんですよね。でそのいろいろな説が何かっていうと、例えばコーヒーをこぼした時にソーサーに全部そのコーヒーの容量が入るような大きさがなきゃダメですよとか、なんかまあいろいろあるみたいなんですよね。ただまあそこまでやると多分自由度がなくなるので、まあ、とりあえずまあ面白く楽しく作ってもらったらいいと思いますんで、こんな感じで作っていきましょう。でまず底を広げますね。で広げるときですね、左手の指先をこのくびれの下に入れてあげます。そうすると底を広げたときに落ちにくいので、しっかりこの底の部分を押さえながらスライドして広げていきましょう。こんなもんですよね。そしたら一回ね、縁倒す前に皮やります。でこれね、縁を倒しちゃうとね、口割れちゃうことがあるので、まあ、最初にちょっと皮やりましょうね。でちょっと水つけましょう。で今度ね、縁を倒していきます。で倒す時の NG はこうやってね、横に引っ張りたくなるんですね。でこう横に引っ張っていくと脇が落っこっちゃうので、イメージはですね、この縁を寝かせていく感じです。こう倒してあげる感じです。こう引っ張るんじゃなくて倒していく感じですね。でどこまで倒せばいいかっていうと、若干ね、平らに近づくように、いつもよりは多分浅めに作ってもらった方がいいと思います。でなぜかというとですね、コーヒーカップの方に取っ手がありますよね。であんまりね、深く作っちゃうとこの縁がね、取っ手に当たっちゃうんですよね。なのでそうすると使いにくくなっちゃうんで、まあ、ちょっと取っ手のことを考えて少しこう強めに縁を下げておいてあげるといいと思います。こんなもんですね。そしたらちょっと一回皮やります。皮やるときも横から当てる感じですね。こう上から当てないようにですね、横から当てましょう。で先に切る位置作っちゃいます。よいしょ。もう一回ちょっと平らにしましょう。であとコーヒーカップのソーサーに何があるかっていうと、コーヒーの受けるところがありますよね、コーヒーカップの受けが。なのでそれをちょっと作ってみます。ちょっとヘラで中心下げてあげると、ここにコーヒーカップの台座みたいになりますんで、まあ、この段差をちょっとつけておいてあげると、まあ、カップが置きやすいのかなと思いますね。ただね、これつけちゃうともういかにもコーヒーカップのソーサーだからなので、まあ、若干ね、こうなんていうんですかね、制約が出るというかですね、まあ、これなくても全然大丈夫なので、なければ例えば普通の小皿で使えたりしますんで、まあつけたい人はつけるぐらいのイメージでいいのかなと思いますね。こんな感じにしてみましょう。そしたら一番下で切ります。ちょっと覗きながらですね、よいしょ。で一番下から取りましょう。でこれ持った時も歪まないのはですね、下が結構厚いの見えますかね。そこの部分厚く作ってるんですね。で削る時に、まあ、厚みは何とでもなるので、まあ、どっちかというと持った時に歪まない方が大事だと思います。また今度カップ作っていきます。また土殺しをして、で真ん中に穴開けますね。
でコーヒーカップとマグカップの違いは何かっていうと、多分ね容量の差だと思います。マグカップって結構量が入ると思うんですよね。なので、まあ、コーヒーカップってそこまで量が入らないんですよね。なのでまあコーヒーカップなんで、まあ操作の上に置くことをイメージして、あまり大きく作りすぎない方がまあスマートかなとは思いますね。で下の切り口作ります。まあ、カップなんでね、もう普通にこれはカップ作ればいいんで、あとはまあちょっと形は好みで、例えばちょっと下膨れにするとかですね、で口の部分だけちょっと広げておくとかですね、まあ、こんな感じでいいかなと思いますね。じゃあ中のドロー取ります。で口を仕上げます。よいしょ。もう一回ちょっとそこだけ綺麗にしましょう。まあ、こんなもんですよね。したら一番下に切ります。で一応今作ったのはですね、こんな感じですね。ソーサーとカップですね。でこの今度これを削って、カップの方に取っ手をつけていきたいと思いますので、引き続きご覧ください。それではですね、削っていきたいと思います。でまず器ですね。これ深さを測ります。でこれを外側にして印をしましょう。ここが底ですね。では削っていきます。まず中心をしっかり合わせて真ん中に指を置くとこ作ります。でここが底ですよね。なので底の部分までガーッと削っちゃいましょう。でこんなもんですかね。そしたら今度この側面削ります。ちょっと厚み確認しますね。そうですね、こんなもんでいいです。じゃあ今度高台の部分削ります。よいしょ。この中ですね。やっぱコーヒーカップは手に持って使うので、まあ、できるだけ軽く削ってあげた方が使いやすいと思うんですよね。あんまり重たいとですね、ちょっと使う気なくしますんでね、まあ、その辺だけちょっと注意しながら削りましょう。でこれで大体いいと思います。ちょっと指で撫でてですね、こう削り跡をきれいにしておきましょう。であとですね、ちょっとここに、まあ、テクスチャーで装飾入れておきましょうかね。では3本ぐらいこんな感じでちょっと装飾した感じですね。じゃあ今度シッターを変えて、ソーサーの方を置きましょう。よいしょ。で中心合わせて粘土で留めて、で手ぬぐいかぶせます。これはソーサーですね。これを削っていきます。ちょっと厚みだけ見てどこがどれだけ削れそうかなっていうのをあらかじめ把握しておきましょう。で真ん中に指を置くとこを作って高台の脇をまず切ります。であんまり高台ちっちゃくしすぎるとですね、置いた時にバランス悪くなりますんで、まあ、あんまりこう高台はちっちゃくしすぎないように注意してください。ただですね、大きすぎるのも武骨になりますんで、まあ、ちょっとその辺はですね、バランス感覚をちょっと見てもらってですね、やってもらうといいと思います。もうちょいですね。で、陶芸をやってるとですね、結構こう削り作業をやるんですけど、まあ、よくある質問でですね、器の内側は削らないんですかって結構聞かれるんですけど、基本的にはね、器の内側って削らないですね。もう作ったら作りっぱなし、それが多いです。で削れないのかって言われるとそういうわけじゃないんですけど、削れることは削れるんですけど、めちゃくちゃ削りにくいんですね。外側は削りみたいにこうやって指で押さえれないので、なるべくその
やりにくい作業はなくしてあげましょうみたいなのが、まあ、うまく作るコツですので、まあ、基本的には成形する時点で内側はバシッと決めといて、その内側の形状に沿うように外側を削ってあげるっていうイメージだと比較的うまく作りやすいと思うんですよね。なので内側はもうバチッと基本的には削らないっていうイメージでやってもらうといいかなと思いますね。よいしょ、今これでだいたい高台が削り終わりましたね。よいしょ、でちょっとまあせっかくなんで、カップの方と同じデザインでしましょう。この部分にちょっとテクスチャーをで装飾しましょうね。まあ2本ぐらいでいいですかね。こんな感じですね。で削り終わったのがこんな感じです。これがソーサーですね。さあ今度ね、取っ手をつけていきます。はい、それでは取っ手をつけていきます。まずですね、このちっちゃい粘土で取っ手の部分を作ります。これちょっとまあ転がしてもらってですね、よいしょ、こんなもんですかね。で取っ手つけるときですね、あんまりね大きくしすぎない方がいいと思います。大きいとね結構武骨になりますんで、まあ、そんなに大きくないように、まあ、指1本引っかかればいいと思いますんで、あんまり大きくしすぎないように作りましょう。でちょっと軽く形作ったら一回こう仮置きします。まあ、コーヒーカップなんでね、そんな大きくなくていいと思います。まあ、こんなもんでしょうね。そしたらちょっと印をしましょう。で、汁つけるところに傷をつけます。でこちらも同じように、で傷つけたところに土手を塗りますね。よいしょ。で私これ今取っ手結構適当につけてますけど、やっぱどうせなら取っ手も少しこだわって作ってもらった方が作品の出来が良くなると思いますんで、まあ、ちょっとこんな風に適当につけないでですね、ちょっとデザイン考えてもらったりするととってもね素敵な作品になると思います。よいしょ。でちょっとバランス見ましょう。こんなもんでどうでしょうかね。ちょっと上抜けましょうかね。こんな感じです。そしたら一応もう一個、今度親指置きを作ります。これをポチッとこうボタンみたいに潰してあげて、よいしょ。でここにもこう傷つけます。で土下を塗って、でこうくっつけますね。でこんな感じですね。で最後にちょっと確認です。こうソーサーに置いた時にこの取っ手がソーサーに当たらないようにですよ。例えば操作がちっちゃくてここが高かったりするとここ当たりますんで、ちょっと使うときに使えなくなっちゃいますんで、まあ、必ずこう操作との取っ手が当たらないように注意してください。こんな感じですね。でこんな感じで作ってもらうと、まあ、操作とかこうカップとかですね、素敵に作れると思いますんで、ぜひ皆さんもやってみてください。